クリスチャン・ロドリゲスへのインタビュー、カリステの存在が大きい。自分の成長にアドバイスをくれる。カリステのタイムリーで流れに乗れたと語り、カリステからロドリゲスには、とにかく毎日リラックスしてやりなさい。打てないボールじゃなくて打てるボールをしっかり打っていこう。気負わずに自分のやれることを毎日やりなさい。と声をかけていた。ロドリゲスはその言葉をかけられて、こういった言葉に助けられて今日もすごくリラックスした状態で打席に入ることができた。点が入ってくれてよかったと話した。カリステ、どこまで素晴らしいのか。みんなのカリステ。カリステ取ったのタッツやで。記事内のカリステ牧師みたいな語り口調で草。そんなカリステも先輩方にお世話になって今があって、それがまた後輩に受け継がれていると思うと感慨深いものがある。カリステ最高。カリステすぎてアドバイスがご神託に見えてきた。ますますカリステが好きになった。ずっとドラゴンズにいてほしい。素晴らしい先輩。ウォーミングアップとか見てるとクリロドがカリステに抱いてるっぽくて微笑ましく思ってたけど、いい関係だな。日本に適応してきたし説得力ある、日本人選手にも聞かせたい。カリステいいやつやな。さすがみんなのカリステ。カリステの人気が出る理由がわかるな。カリステ最高すぎる。マジで神アドバイスやん。立浪よりもいいアドバイスちゃうか。これはカリステのファンがもっと増えるやろうな。ずっと中日にいてくれ。いい先輩になったな。二人は仲がいいんやな。日本の野球に適応してきた感じが出てるな。的確なアドバイスやな。この助言を受けてロドリゲスも打てたのか。カリステ神すぎるわ。こういうところがカリステのいいところだよな。カリステの助言で活躍するロドリゲス、なんか見てて嬉しい光景やな。いつまでも中日にいてほしいな。なんていいコメントや。もしかしてカリステは監督の素質もあるんか。これはいいアドバイスやな。ロドリゲスの活躍も納得やわ。リラックスして打てる球を打つ、当たり前だけど難しいんだよな。